フランツ・ボールファールト。フランツ・ボールファールトは、オーストリアザンクトファイト・アンデアグラン出身の、元同国代表サッカー選手。ポジションは GK。元サッカー指導者。現在は FK アウストリアウィーンのスポーツディレクターを務める。オーストリアとドイツで活躍し、特に VfB シュトゥットガルトの UEFA カップウィナーズカップ準優勝に貢献した GK として高い評価を得ている。国際レベルの GK として1984年から1996年までオーストリアブンデスリーガの FK アウストリアウィーンでプレー。6度のリーグ優勝と4度のカップ優勝に貢献。1993年にはオーストリア最優秀選手に選ばれる。1996年にはドイツブンデスリーガの名門 VfB シュトゥットガルトへ移籍。長年にわたりコンスタントにハイレベルなプレーを見せ、1997年のドイツカップ優勝、1998年の UEFA カップウィナーズカップ準優勝に貢献。チームの守護神として絶大な人気を誇る。その後はオーストリアブンデスリーガに復帰、経験豊富な控え GK として FK アウストリアウィーンのチームを支える。オーストリア A 代表では1987年から1998年までプレー。イタリアセリエ A で最優秀 GK 賞を獲得したミヒャエル・コンツェルの最大のライバルと言われ、長年にわたり激しいポジション争いが展開されるが、1998年 FIFA ワールドカップフランス大会直前に正 GK のポジションを奪われ、同大会には控え GK として参加する。引退後は2009年から2014年までオーストリア A 代表チームの GK コーチを務めた。2015年に1月16日に FK アウストリアウィーンのスポーツディレクターに就任した。ありがとうございます。